クロノトリガーラボスラボスは、コンピューター RPG、クロノトリガーに登場する、架空の鉱物生命体であり、最終ボスである。続編、クロノクロスにも大きく関わる。主人公であるクロノたちは時空を超えた、冒険の途中で荒廃した未来へたどり着き、そこでラボスによって滅ぼされる星の運命を知る。クロノたちは、様々な時代を旅し、最終的には、 AD1999 に出現したラボスを打ち倒す。これにより、滅びの未来は回避され、星が滅亡することはなくなった。しかし、DS リメイク版では倒されたラボスの怨念は、時の闇と呼ばれる時空の狭間で生き残り、同じく時間の中をさまよっていた皿を取り込んで彼女の負の思念を糧にし、続編、黒のクロスのラスボスである。 地を喰らう者の全身とも言うべき夢食いへと変化していたことが描かれている。黒のトリガーで語られるラボスの生態をまとめると以下のようになる。宇宙から飛来し、星へ衝突する。衝突すると同時に地下深く潜り、星の内部に寄生する。寄生した星そのものを喰らって力を蓄える一方、生のあらゆる生物の遺伝子を絶え間なく集め、自己進化を遂げる。 これがラボスの目的とされている。力を十分に蓄えると地表に現れ、地表に光の雨を降らせて星を死滅させる。そうして地表を自分のテリトリーにしてから、その星の遺伝子を反映させた子供たちを生み落とす。この子供たちはやがて新たな星に寄生するために宇宙へ旅立つ。後日のクロノクロスでは倒されたラボスが時の闇の彼方に存在しており、 様々な歴史の中で胸を抱いていた者たちを取り込み続け、時を喰らう者へと進化したことが語られている。ラボスを完全に倒すまでに、クロノたちは3つの異なる形態のラボスと戦うことになる。ラボスとの戦闘で敗北すると、ゲームオーバーではなく、AD1999 ラボスの日のラボス出現と、世界滅亡がアリスドームの所長によって観測され、 壊滅した星の映像とともに、b ッ t t フ h e future refuse.to change と表示されるという b ッ t エンディングになる。悠久の時をかけて、すべての遺伝子を集め、力を蓄えたラボスだが、悠久の時をかけて結ばれたクロノたちの絆には、及ばず、倒された。これで、未来は救われたかに思われたが、続編、クロノクロス及び DS 版。 黒のトリガーでは黒のたちに倒されたらボスが時の闇の彼方に存在していることが判明する。DS 版黒のトリガーから追加された隠しボス。時の闇の彼方にてサラを取り込んだらボスが変化した存在。見た目は第一形態にサラが乗っている状態。これは続編黒のク,クロスのラストボス字を喰らう者の,の前身というべき存在であり。 負の感情で構成されたものであるため通常の手段では倒すことができない。その強さはラボスコアを凌駕する。クロノクロスではラボスが進化した生命体、字を喰らうものが登場する。クロノたちに倒されたラボスは時の闇の彼方にてサラをはじめに胸も抱いて倒れていった者たちの生命を取り込み続け字を喰らうものへと進化した。 このまま生命を取り込み続ければやがて目覚め、時空を喰らい尽くして、すべての歴史を滅ぼしてしまう。つまり、ラボスが黒のたちに倒されるという歴史が消えてしまう。また、AD1999 に黒のたちに倒されるという未来を知った古代のラボスは、可能性を切り開くべく、AD2400 の未来から、いてついた炎を呼び寄せた。その結果、 時間要塞クロのポリスも巻き込まれる形で転移してしまう。さらにクロノポリスと人間に危機を感じた星そのものが平行世界の AD2400 から立つと立ちが進まう星の通りのポリスを呼び寄せた。こうして未来と未来の平行世界から呼び出された者たちが交わった世界がクロスの舞台である。この字を喰らう者は負の感情で構成された。 存在のため物理的な手段では倒すことができず、凍てついた炎に接触したセルジュが第七のエレメント、クロノクロスを使用し、その憎しみと悲しみを晴らす必要がある。クロノクロスを用いらず、倒した場合は逃げられてしまい、後日談が描かれない、バッドエンドとなる。この字を喰らう者は、まだ眠りについた状態であり、本体は時の闇の彼方に留まっている。 目覚める条件は二つ。一つは、このまま胸も抱いた生命を取り込み続けること。もう一つは、朝廷者セルジュと同化すること。セルジュが時を喰らうものを解放しなかった場合、やがて同化してしまう運命にある。その場合、早い段階で歴史が滅ぶことになる。クロノクロスでは、後者の可能性が高いことが示唆されている。また、 本作のラストダンジョンにも巨大な A のような形態の字を喰らう者が登場するが、こちらはこの次元で活動するために生み出された分身である。本体は時の闇の彼方に救っており、こちらがラストボスにあたり、アルティマニアによれば字を喰らう者と表記されている。見た目はラボスが一形態をコンパクトにした感じで、ヒロインキットを幼くした用紙のサラが取り込まれている。 サラとマールのペンダントや、マジンキや、グランドリオンの原料である赤い石、ドリストーンが、ラボスの一部である、いてついた炎と同じ種のものであることが判明し、魔のいてついた炎は、生物の進化を促すものであるとされている。アルティマニアでの加藤ライターによれば、これは、ラボスは人類を誕生させた母親として見せたかったことによる、ものだという。同時に、 ドリストーンはラボスがまだ天空に浮かぶ星だった頃から確認されており、当時から沈徴されてきたともされており、ドリストーンが後に襲来したラボスのかけらそのものであったのかどうかは明言されていない。ラボスの真下にヌートマモがいた時代に通じるゲートがあったため、カエルや王と協力した彼らに倒された。ゲームと違い、ラボスコア形態は登場せず、 第2形態に当たる本体を倒した時点でラボス、そのものを倒したことになっている。スタジオベントスタッフ、黒のトリガーアルティマニア P561 より、スタジオベントスタッフ、黒のクロスアルティマニア P464 より、ありがとうございます。